皆さんこんにちは、車田和久です。今日はベートーベンのピアノソナタを取り上げます。ベートーベンはその生涯でなんと32曲ものピアノソナタを残しました。そして指揮者のハンス・フォン・ビューローはバッハの平均律クラビア曲を旧約聖書に、そしてベートーベンのピアノソナタを新約聖書に例えたんです。音楽に携わる人は神を信じるのと同じようにこの2つの作品を信じなければならないというわけなんです。平均律クラビア曲集については最近別な動画で話したんですが、それと同じぐらいたくさんのエッセンスが詰め込まれ、音楽の歴史においても大きな意味を持つのがベートーベンのピアノソナタなんです。その中でも悲愴、月光、熱情と呼ばれるソナタは三大ピアノソナタなんていうふうにも呼ばれていて、演奏回数も高ければ人気も高いです。でも32曲の中にはまだまだ素晴らしい曲がたくさんあります。今日はこの32曲の中から僕が選んだ3曲を見ながら、ベートーベンのピアノソナタの魅力、そしてその凄さを見ていきましょう。ベートーベンはその生涯で32曲のピアノソナタを書きました。ピアノソナタ第1番が書かれたのは1795年のことです。ベートーベンは1770年に生まれたので、これは25歳になる年のことです。そしてベートーベンは最初の弦楽四重奏曲を1798年頃に書き、最初の交響曲を1799年頃に書きました。この3つに共通するのは何でしょうか。それはピアノソナタも弦楽四重奏曲も交響曲も全てソナタ形式で書かれてるってとこです。ベートーベンはその生涯で9つの交響曲を書きました。ベートーベンはハイドンやモーツァルトの交響曲の伝統を受け継ぎながらも、その完成度っていうのをさらに高め、音楽的な意味合いにおいてその頂に達しました。以降多くの作曲家たちがその壁を乗り越えようとするんですが、その壁に破れてしまうことになります。あのブラームスは最初の交響曲を書くために20年ももがき続けました。その時代のリストやバーグナーは交響曲にさっさと見切りをつけて、交響詩とか楽劇なんていった別なジャンルに力を入れました。それだけ完成度が高い交響曲を作ったのがベートーベンなんです。そしてベートーベンはこの交響曲を書くために最初にピアノソナタを書いて、その後で弦楽四重奏を作曲してから交響曲を書くっていうステップを踏みました。最初のピアノソナタを書いたのは25歳になる年です。ベートーベンも天才のイメージが強いですが、25歳ってのは決して早くはありません。これは別な見方をすれば、ベートーベンがかなり準備をしてから作曲に臨んだっていうふうに見ることもできます。最初の交響曲ができたのは30歳になる頃だったんですが、なんとベートーベンはそれまでに10曲ぐらいピアノソナタを書きました。交響曲を書くべき時が来るのを待つように、自分の中で音楽っていうのを成熟させていったんです。じゃあこのピアノソナタと交響曲の大きな違いは何か。それは交響曲では出てくる主題をいろんな楽器に振り分けなければならないってところです。これをオーケストレーションって言うんですが、そのためには楽器の特性っていうのをきちんと熟知してないといけません。楽器で演奏できない音を書くわけにはいかないので、ここは大事なポイントです。一方ピアノだと、まずそういうところはあまり気にせずに音楽の形だけに集中することができます。ソナタ形式の美しさに集中することができます。ソナタ形式って何だろうって思う人もいるかもしれないんですが、それは簡単です。ソナタ形式っていうのはサンドイッチとかハンバーガーみたいなもんです。パンと具とパンのように3つの部分に分かれてます。そして最初のパンの部分では2つの主題が演奏されます。これは最初にパンにマヨネーズを塗って、その上にマスタードを塗るようなもんです。そして具の部分ではそれまでとは違った音楽が演奏されます。ハンバーグのような具材の時もあれば、卵サラダの場合もあります。そして最後のパンではもう一度マヨネーズとマスタードを塗って、最初の主題が繰り返されます。専門的な言葉ではこれを定時部、展開部、再演部というふうに言ってますが、まあサンドイッチというふうに覚えておけばいいです。このサンドイッチをいかに美しく作ることができるかっていうのが作曲家にとって大きな挑戦でした。見た目の美しさも大事なんですが、やっぱり味も大事です。最初のパンに塗る2つの主題は
バターとマスタードにしようか、それともマヨネーズと西洋わさびにしようか、それともニンニクソースにしようか、バーベキューソースにしようか、いろんな組み合わせがあります。僕はお昼によく自分でサンドイッチを作るんですが、毎回同じ組み合わせだと飽きてしまうので、このようにマスタードを塗ったり西洋わさびを塗ったりして毎回味を少しずつ変えてます。ベートーベンはこういうことをピアノソナタを使ってやったんです。それもできるだけ美味しいサンドイッチが食べられるように工夫しました。そして今度はそれを弦楽四重奏曲で応用して、それができたらオーケストラの交響曲へと応用したんです。だからベートーベンのピアノソナタっていうのはピアノ曲でありながら弦楽四重奏曲、そして交響曲への発展性があります。ピアノでありながらピアノで終わってないんです。特に感情楽章なんかはそっくりそのまま弦楽四重奏で演奏することができるような曲もたくさんあります。このピアノソナタの第一楽章にはそっくりそのまま交響曲の第一楽章にできてしまうような曲もたくさんあります。こういうスタイルっていうのはリストとかパガニーニのようなヴィルトーゾって呼ばれた作曲家たちとは全く違います。リストのピアノ曲というのは明らかにピアノで演奏されるためだけに書かれています。でもベートーベンのピアノ曲っていうのはもちろんピアノの性能っていうのも関係ありますが、それでは終わらないんです。そこにはピアノっていう楽器の枠に収まらない大きさがあるんです。だから新約聖書なんです。平均律クラビア曲集も当時はチェンバロで演奏されるように書かれたんですが、大事なのは楽器ではなくて音楽の構造そのものでした。だから今のピアノで演奏したって全く違和感がないんです。だから旧約聖書なんです。さてベートーベンは最後のピアノソナタを1822年に書きました。そしてその約2年後に最後の交響曲を書いたんです。そんなピアノソナタの中からこれから僕が選んだ3曲を紹介しながらその魅力を見ていきましょう。今日最初に紹介するのはピアノソナタ第23番熱情です。最初にも言いましたが、この熱情と悲壮ソナタ、月光ソナタの3つは三大ピアノソナタっていうふうに言われてます。このように呼ばれるようになった理由っていうのはよく分かってないんですが、おそらくレコード会社の戦略かなんかだと思います。この3つがちょうどレコード1枚に収まる長さでもあり、最もよく売れる組み合わせだったんです。まあそんな理由が何にせよ、この3つが素晴らしいことには変わりません。そんな3つの中でこの熱情を選んだんですが、この曲は1804年頃に書かれました。これはハイリゲンシュタットの遺書を書いてからわずか2年後のことになります。最初のピアノソナタが1795年に書かれたっていうところを考えると、ベートーベンはわずか10年の間に20曲以上のピアノソナタを書いたっていうことになります。そしてそれまでにベートーベンは3つの交響曲を完成させました。そしてこの熱情ソナタが書かれたあたりからベートーベンの創作意欲っていうのがさらなる高まりを見せるんです。そしてこの頃からベートーベンの音楽の中に理念っていうものが生まれてきます。これは運命や田園の回でも話をしたんですが、ベートーベンはこの頃から何か人生のドラマのような理念を音楽で表現するようになっていくんです。音楽にこれまでにはなかったような何かを詰め込もうとしたんです。そんなピアノソナタ第23番では、何か抑圧されたような状況の中で戦う姿、心の中のそんな熱い思いっていうものが表現されています。この熱い思いから後に熱情ソナタっていうふうに呼ばれることにもなっていきます。この曲の出だしは加工する音型から始まります。そしてそこからまた上っていくんです。この曲は単調で書かれているので非常に暗い印象を受けます。実はこの出だしなんですが、これは希望というものが抑圧されてしまっているっていうふうに見ることができるんです。このベートーベンの希望については別な動画で詳しく解説していますので、ぜひこれを見終わった後にそっちも見てみてください。実はベートーベンは自分の音楽の中で時々ドレミっていう音型とミソドっていう音型を希望の象徴として使いました。本来はこのミソドっていうのも長調なんですが、実はこの出だしではそれが短調で書かれてます。だから希望ではなくてそれが抑えられているっていうふうに見ることができるんです。どうしてそれがわかるのか、それは中間部分で短調から長調に変わった時にその希望の音型っていうのはしっかりと出てくるからなんです。
全体的に暗い雰囲気の中でしっかりと希望が差し込んできます。その希望の光にしっかりと耳を澄ませると、この曲というものが何かによって抑圧されてる、希望が抑えられてるっていうことが分かってきます。そしてこの曲ではそうやって抑圧された希望の合間にパッパッパッパン、パッパッパッパンって、あの運命の動機に似た動機が演奏されるんです。運命においては不安や恐れのような感情が解放されるっていった理念が描かれてました。その少し前に作曲されたこの熱情ではすでにそういった断片が見られるんです。そのように抑圧された希望とそこから抜け出そうとする葛藤が描かれているのがこの第一楽章なんです。そして第二楽章では心の祈りを聞くことができます。これはだいたい4つのセーブで書かれているので、最初の方なんかはそっくりそのまま弦楽四重奏で演奏することも可能かもしれません。そして第2楽章から第3楽章までは途切れなく演奏されるんですが、このスタイルはベートーベンの交響曲第5番第6番にもそのまま引き継がれました。しかしこの第23番においては最後に希望が勝利するっていうストーリーとは別な理念が用意されています。そこにあるのは何か抵抗することができないような状況に対する心からの反発のエネルギーです。抑圧された希望って言いましたが、今の状況というのは決して満足できるものではないんです。でもそこにはそういった状況に立ち向かおうとする強いエネルギーがあります。もちろんこれは僕がその音楽から感じ取った例の一つに過ぎません。しかしベートーベンの音楽っていうのはそのような人生を表すかのような大きな魅力に満ちてます。さて、実はベートーベンのピアノソナタには最初に紹介した3つに加えてもう1つ三大ソナタって呼ばれているものがあります。最初の3つと比べるとこっちは準三大ソナタって言った方がいいかもしれません。そこでよく名前が挙がるのが17番のテンペスト、21番のワルトシュタイン、そして26番の告別です。この3つの作品がどれも素晴らしいことは言うまでもないんですが、その中で今回は告別を選んでみました。実は32曲のピアノソナタの中でベートーベンが自ら題名をつけたのはこの告別だけなんです。第8番の悲愴ソナタは出版社によって悲愴ソナタっていう題名がつけられました。ベートーベンはそれをそのまま受け入れたので、この曲もベートーベンが認めたっていうふうに言ってもいいかもしれません。でもあとは熱情にせよ月光にせよ、みんな別な人がつけたタイトルなんです。ベートーベンが生きた時代においては音楽が表現するのは音楽そのものであってそれ以外の何者でもないっていう考えがスタンダードでした。しかしロマン派の時代になると作曲家がいろんなところからインスピレーションを受けるようになります。そしてそれを伝えやすくするために表題っていうものを用いるようになるんです。本とか自然の情景から受けた印象なんていうものを表題をつけることで伝えやすくしたんです。ベートーベンは交響曲6番に田園っていう題名をつけて、この26番には告別っていう題名をつけました。それはこの時代まだ当たり前のことではなかったんです。しかしベートーベンはタイトルをつけたからといって何か情景のようなものを音楽で表現しようとしたわけではありません。あくまでベートーベンはそこにある感情っていうものを表現しようとしたんです。そんなタイトルがついた告別なんですが、これは1810年頃に作曲されました。そしてその背景にはベートーベンの良き理解者であったルドルフ大公との別れがありました。当時あのナポレオンがウィーンへと攻め込んでくるんです。そしてこのルドルフ大公っていうのは当時の皇帝フランツ2世の弟だったんです。重要人物だったのでウィーンからの疎開を余儀なくされてしまいました。ベートーベンはこのソナタのタイトルにDas Liebe Wohl というふうに書きました。そしてさらに敬愛するルドルフ大公の出発に際してっていうふうに書き入れてます。この Liebe Wohl っていうのはさよならっていう意味なんですが、もう会うか会わないかわからないような時に使われます。レーベンっていうのが生きるっていう意味で、ウォールっていうのは
心地よいとか、まあ、幸せにといった意味が含まれています。なのでこの Lebe wohl っていうのは幸せに生きろよっていうようなニュアンスがあるんです。そしてベートーベンはこのピアノソナタの出だしの最初の3つの音の上に Lebe wohl っていうふうに歌詞を書き入れました。この最初の3つの音にまさに幸せで生きてくださいっていった意味が込められてるんです。そして第2楽章には不在を意味する Abwesenheit っていう題が付けられています。楽譜には歩くような動きでしかし感情を持ってっていうふうに書き記されています。ここでは心が不安の中をさまようようなそういった感情を聞くことができます。そして第3楽章に付けられたのが再会を意味する Das Wiedersehen です。ルドルフ大公は1810年の1月にウィーンに戻ってきました。この曲が完成して出版社に持ち込まれたのが2月のことなので、この楽章ではそういった再会の喜びが表現されています。このような表題が付けられたことによってベートーベンが感じていた気持ちっていうものが聞き手にも想像しやすくなりました。この点においてこの告別っていうのは32曲の中でも特別な一曲ですから、ぜひそういうところに注目しながら聞いてみてください。さて、実はベートーベンの三大ピアノソナタにはさらに後期三大ソナタと呼ばれる3曲があります。愛称はついていませんが30番、31番、32番の3曲です。この3つは1820年から22年までの間に書かれました。この時期にはあの大作ミサ・ソレムニスが書かれ、もう少し後では大工が書かれます。ベートーベンの作曲家としての集大成の時期に作られたのがこのピアノソナタなんです。この3つもどれも素晴らしいんですが、今日は31番を選んでみました。ベートーベンは晩年においてこれまでの理念に加えてもう一度形式的な大きさへ挑戦します。そうした特徴はミサ・ソレムニス、大工、そしてこのピアノソナタによく現れているんです。それは何なのか。ベートーベンはサンドイッチのようなソナタ形式に加えて今度はフーガとかカノンのような大砲的な要素っていうのを取り入れるんです。これらの要素が加わることによってその音楽の骨組みっていうものがさらに大きなものになるんです。この第一楽章の始めには愛情を持ってっていうような指示が書かれてるんですが、その出だしはその通り非常に愛情にあふれたものになってます。しかし愛には苦しみや切なさもつきものだとでも言うかのように、その愛情と切なさのような感情っていうのが行ったり来たりするんです。高い音域で演奏されるメロディーっていうのは非常に澄み渡っていて、何か光が差し込んでくるかのようなそんな印象を受けます。音楽を聴くときはこのように音域によってどのように印象が変わるかっていうところにも注目しながら聴いてみてください。続く第二楽章は Unser Katz hat Kätzlein gehabt、それから Ich bin Lüderich、 Du bist Lüderich っていう2つの当時流行った流行歌からメロディーが採用されています。これはベートーベンなりのユーモアなのか、それ以上のメッセージがあるのか、そこは判断の分かれるところだと思います。実は前に紹介したバッハのゴールドベルク変奏曲の最後の変奏曲にも当時流行ったメロディーっていうのがそのまま採用されてました。ベートーベンは小さい頃からバッハの平均律クラビア曲集をよく練習してました。そして何かアイデアにつまずくたびにその曲を弾いていたっていうふうに自分で語ってます。なのでこんなところにももしかしたらバッハとのつながりがあるかもしれません。さて、そんな31番の最大の聞きどころは何といってもこの第3楽章です。最初はどことなく悲しいコラールを思わせるような旋律で始まります。そしてその後でレチタティーボが演奏されるんです。レチタティーボっていうのは本当は歌詞があるセリフのことです。それをここではピアノだけで演奏するんですが、実はこれはあの大工の第4楽章の始まりと全く一緒です。
ベートーベンは後でその歌詞を全部削除してしまったんですが、楽譜に歌詞を書き込んで、まるで弦楽器がそれを歌うかのように旋律っていうものを書いていったんです。この三楽章でも歌詞こそありませんが、そういったレチタティーブも歌われます。ここでベートーベンは何か特定の歌詞を思い浮かべながら書いた可能性がかなり高いです。それが一体どんな歌詞なのか、ぜひ想像しながら聴いてみてください。そしてその後で嘆きの歌って書かれた悲しい旋律が演奏されます。そしてこの旋律はバッハのヨハネ受難曲の中でアルトが歌うアリア Es ist vollbracht、 ことは成し遂げられたっていうアリアの旋律にものすごく似てるんです。そしてその後にはフーガが演奏されます。このフーガなんですが、僕の手元にあるこの楽譜ではなんと7ページにも及ぶ壮大なフーガになってるんです。そのフーガの途中では疲れ果てて嘆きながらっていう指示がベートーベンによって書き入れられてます。でももう一度フーガが始まると今度は力を取り戻してっていうふうに書かれてるんです。そのようにして音楽が光と力を取り戻していきます。そして徐々に上昇しながら喜びのクライマックスへと向かうんです。この喜びのエンディングっていうのはものすごく壮大で、こんなにたくさんあるピアノソナタの中でも最も感動的な終わりになってます。そしてこの喜びというものがベートーベンのあの最後の交響曲のテーマになったところもぜひ押さえておきましょう。というわけで今日はベートーベンのピアノソナタを3つ紹介しました。今日はいろいろバラして紹介したんですが、これからピアノソナタを聴いてみようかっていう人はまずは悲壮、月光、熱情あたりから聴くのがいいかもしれません。その後でヴァルトシュタイン、テンペスト、告別、そしてもっと聴いてみたいという人は後期の三大ソナタを聴いてみてください。ハンス・フォン・ビューローは全部で32曲からなるこのピアノソナタを新約聖書っていうふうに言いましたが、本当にうまいこと言ったなっていうふうに思います。ぜひ少しずつ聴いて自分のお気に入りの一曲っていうのを見つけてみてください。このチャンネルではこれからも音楽についての話をしていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース。それじゃあ撮影が終わりましたんで、今日もコーヒーいただきます。今日は昨日スーパーでなんかイタリアのお菓子を買ってみたので食べてみたいと思います。なんか名前はよくわからないんですけど、まあ、こういう風にして最近よくスーパーで売ってるんですけど、ハンドゲマフテドイツクンストこれ何なのね、手作りのドイツクンスト、まあ、お菓子の芸術とかそういう意味だと思うんですけど、なんか題名がカンノリスフォリアジャンドゥイ、なんかよくわかんないですけど、イタリア語でそういうふうに言うらしいんですけど、下に訳があって、ブレッタータイクグレルヒェンミットカカオウンハゼルヌスアルティゲフルム。要は、ブレッタータイクってなんて言うんだろう、パイ生地に、この中に入ってるのが、ハーゼルヌスのチョコレート。ヌッテラってやつがドイツでよく売ってるんですけど、あれのチョコレートが入ってるっていう、まあそういうやつなんですけど。まあ、食べてみたいと思います。多分美味しいと思うんですけど、なんかチョコレートがこれ見えるかな、飾りチョコレートがたくさん入ってるんですけど、なんかこれちょっとなんか触覚というか触手がなんか出てるみたいで、あれみたいだよね、ちょっと風の谷のナウシカに出てくるオウムに似た形がしてるんですけど、まあ食べてみよう。うん、味はパイの実の巨大バージョンって感じです、うん、パイ生地に、まあ、ただヌテラが多分入ってるだけだと思うんですけどね。美味しいです。
クンストって書いてあったからどんなものかなって思ったけど、まあ普通にパイ生地にね売ってるカーゼルナッツのクリームを入れたっていう割と単純なお菓子でした。でもまあ美味しいです。今日はなんか歯にパイ生地がなんかくっつくな、あとでもう一回歯磨きしなくちゃ。まあそんな感じです。じゃあまた。